はい、阿部ちゃんでございます。本日は荻窪に来てます。キーパチ、早速来たお店紹介します。こちらでございます。立ち飲み世界の小西さんでございます。こちらのお店ね、立ち飲みのお店なんだけども、ドリンクがね、もう全部自分でセルフでやるっていうお店で、自動販売機みたいな感じで買うお店なんだけども、おつまみも100円200円台っていうのがほぼほぼで、めちゃくちゃコスパがいい立ち飲み屋さんになってます。ということで今回はこの世界の小西さんでセンブロ行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、お店到着しました。お店は立ち飲みっていう感じで、まあ、ちょっとメニュー見てびっくりしたんだけど、めっちゃ安い。生ビールがもう300円、焼酎とか金宮100円とか、ジムビームも100円とかでね、でドリンクはもう全部セルフなのよ。こういうね、作り方がいろいろあって、もうセルフだからこそやっぱこの値段で飲めるって。で、おつまみメニューもめっちゃ安い。一番安いのはもう150円とか、100円メニューもあったりとかして、で本当に200円とか、まあ、高くても300円とかね、ちょっと安いね、ここ安い、うん、なんか酒屋系してるからお酒とかも安いらしいよ、ちょっとお酒持ってきましょうか。あ、いいね、これが一番いいよね。そう、目の前で疲れるのが一番美味しそうじゃない。いいね。自分でやってきました。はい、セルフで。こんなのかばん。でもやっぱ自分でできるから、うん、自分だから安いんだよね。うん、その分ね。注文したおつまみが来ました。こちらでございます。はい、こちらが煮込みでございます。300円、ガーリックトーストになっております。もつ煮込みと合わせると美味しいらしい。200円でございます。白身フライのタルタルソースでございます。200円。いや、ちょっとめちゃくちゃうまそうだな。すごい煮込まれてるね。このちょっともつ煮がめっちゃうまそうなんだけど、うん、おすごい、ま、真っ黒だね。これうまいよ。いただきます。あー、超洋風だ。ビーフシチューみたい、うん、本当にまさに見た目通り、ホルモンにね、めっちゃ味しみてるわ。本当初めて食べた感じのもつ煮だね。この色もそうだし、うまい。やば、うまっ。だからガーリックトーストか。あ、合うんですね。だからだ、うん、だから洋風だからね。そうそう、からしをつけたらちょっと和風になるんかな、うん、にしてもパッと見これビーフシチューだもんね。美味しそう。うまっ。完全にビーフシチューだね。味は、うんうん、感じも合うわ。あ、俺もうちょっと、うん、もうハイになってる。いっぱい出るから。いや、なんか期待でしかない、もう、うんうん、ここのお店は。いや、うまい、最高ね。うん、ほんとだ、だいぶ洋風で、うん、あ、うまいね。大衆居酒屋の煮込みの味じゃない。そう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 、おしゃれなレストランに出てくるビーフシチューみたいな ね。ネギのシャキシャキとあってうまいわ。いいね。ちょっとガーリックトースト。あ、そうそうそう、ガーリックトーストいってよ。あ、あ、すごい、うまい、これすごい、うそ、口の中ガーリック広がって、うん、それにさっきのこの洋風の煮込みで抜群、抜群、うん、まあ、あれも食べてよ。いいですね。うますぎ、ね、2杯目なんだけども、見てこの自販機全部自分でお金を入れてるやつ、うん、俺はね、金宮にします。はいはい、
100円だから、うん、上出来結構入ってるね。で割り物はね、うん、店員さんに言ってっていう感じですね。これでレモンサワー、うん、見てこれすごい、まあ、氷めっちゃ入れてるってもあるからね、うん、あ、もう2杯確定じゃん。絶対いけるね。ちなみにこれはね、200円だから。はい、フェンさん、フェンサーサワー、うん、よっ、ちょっと安すぎてな。めちゃくちゃ安いね。はい、乾杯。めっちゃ来ちゃう。まあ、うまいね。ジョジョ乗っけるよ。うん、うわ、これやばいでしょ。めっちゃうまいな、ね、ニンニクすっごパンに染み込む ね、うまっ。相性いいわ、うん、やっぱその洋風と洋風だから。そう、うん、続いてこのね、タルタルの塩味フライ食べてる、うん、これそう、 うわ、身ふわふわタルタルがすごいうますぎうまっ。いや、うまいわ。すごいね、こんだけ安くて ね、うん、タルタル最強。うまい。タルタルが100倍やっぱうまくしてるよね、うん、あー、スパイ、はい、ね、おつまみを、プラスで注文しました。こちらでございます。はい、こちらわかめポン酢100円でございます。はい、こちらハムカツでございます。200円。バカメポン酢、はい、これ100円安い。これ最安値だね、うん、生姜をちょっと溶かしてこれがうまいんだね。あ、うまっ。これでいいって感じ、うん、もうさっぱりした、うん、昆布で、ね、うまっ。ちょっとこれでいいわいや、こんな太らないしさ、ね、さっぱりしてるし、お腹いっぱいでもなっても食べれるやつ、うん、これめっちゃいいわ。ハムカツこれ200円だからね。ね、ちょっと私抜けてこれで。うん、うん、めっちゃ揚げたて、サクサク、いいね。衣サクサクでソースの感じ、うん、うん、めっちゃうまいこれで200円だったらもうめっちゃいいと思うよ、うん、よいしょ。うまい。お返ししましょうよ。ちょっと中追加してくるわ、うん、はい、まあ中を追加してきました。多いな。まあ、氷も入ってるけど、もう十分よな、うん、はい、よし、はい、え、これで400円ってこと？そう、一杯200円だよね。そう、安っ。うん、うまい、ね、まあ、ずっと気になってたんだけど、ちょっとラグビーがなんかすごいのよ。で、このラグビー元日本代表とか東芝とかね、このお店の人が元ね、ラグビーのね、すごい人だったらしいよ、うん、小西さんっていう、なんかほんともともとラグビーの日本代表とかで、だからラグビー界ではめちゃくちゃすごい人だったらしい、ね、小西大先輩とかね、あるから、うん、ラグビー界では超有名な人なんじゃない、うん、小西さん
だから世界の子にしてたからもうそういうことでしょ。そういうことよ。日本を代表して世界で戦ってたからってことだよね。トミーハムカツぜひいただきます。うん、めっちゃうまい、ね、結構ハム厚いから、うんうん、ハムの旨味しっかりするし外サクサクだし最高じゃん、ね、うん、うん、いいですね。どうもどうも、はい、中ね、どうもどうも、中追加で、どうもどうもどうも、はい、おー、ぴったし、タミハイ、タンペイ、うまい、いいですね、うん、最後にね、締めを注文しました。こちらでございます。はい、こちら月見キーマカレー300円でございます。月見キーマカレーですよ。すごい ねこれ300円よ、うん、この締めでね、めっちゃうまそうじゃないこれ。うわうまそう、うまそうだね、うまそう。カレーか、締めのカレーだってめっちゃよくない、ね、じゃあいただきます。拍手。やっぱうまいわ、うん、ライス下にご飯ちゃんとある。あ、ライスなんだ。もうね、キーマカレーライスだね。うん、もう甘めの結構カレーなんだけど、うん、もう卵もめちゃくちゃまろやかにして超うまい。いいね。はい、ここ入れて、はい、ここカレーしかもこれ300円だからね。そうだろう。本当だ、ライスだ。うん、ライスライス、ほら。めっちゃうま。ね。うん。これうまいわ。これ手作りかな。もしかしたら。そんな感じする。幸せですわ。いいね。なんかね、全体的にね、洋風の味する、うんうんうん、このカレーもそうだしね、うん、結構ね、店主の人も気さくで、そう、一人飲みの人も多いから、うん、だからラグビーの話とかね、ラグビー好きな人とかだったらね、いいかもね、うん、本当に、うんうん、すっごいな。あー、めっちゃうまそう。うん、あ、うまっ。ね。うん、うまいよね、めっちゃ。ちょっとしたスパイスが卵で滑らかになって、うん、もうたまんないね。うん、これし、うん、サイズ感もさ、めっちゃちょうどいいです。そう、はい、いや、うまい。あー、いいね。もう最後キーマカレーも食べてだいぶ締まりました。はい、お腹もいっぱいです、うん、最後乾杯して終わろう。そうしましょう。うん、乾杯。なんかね、新人さん、私捨てられるらしい。うまかった。うまかったね。うまかったし、安かったし、うん、雰囲気もいいし。お会計はね、もう全部キャッシュオン制で、うん、もうお金払ってるんですけども、お会計が2700円でございます。はい、安すぎない？安いよ、ね、3杯飲んでるの。ほんとそうよな、うん、世界の小西さん来てみてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後まで見てみてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。